自民党総裁選決着がつきました。石破茂さんが新総裁となりました。私は石破茂さんが総理になることを予想しておりましたが、まあ、ある意味残念ながらですね、その予想が当たったということになりますが、まあ、民主主義ですので、そこはですね、もしダメなら帰ればいいということで、ございます。まあ、そういったことをいろいろとお話をしていきたいと思います。参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。ただいま、令和6年の9月27日金曜日、時間がもうすぐ17時になろうというところでございます。はい、本日ですね、まあ、先ほど自民党総裁選決着がつきました。まあ、予想通りですね、決選投票になりまして、最後ではですね、高市さんが、議員票ですね、173、そして党員票21、で194票、石破さんが、議員票189票で、全国の党員票26票、そして合わせて215票、石破さんが、まあ、新総裁となることが決定しましたということでございます。まずですね、私の方からお伝えをしたいこととしてはですね、まあ、いろいろとですね、NHK に不満をお持ちの方がいるんではないかと思います。そういった方はですね、まあ、ぜひ受信料、不払いをお勧めしたいと思います。受信料不払いしたからといってですね、何か差し押さえられるとかそういうものではありません。税金とは、そういう意味では性質が異なるもので、ございます。ということで、法律でもね、そこは義務付けられていないということでございます。詳しいことをお聞きしたい方はですね、まあ、NHK から国民を守る党のコールセンターに、まあ、ご相談をいただけたらと思います。NHK から国民を守ると、まあ、受信料をはじめ、まあ、様々なね、相談などを載っております。ということで、まあ、最近はですね、まあ、委託業者の集金業務をですね、再開したということもありますので、まあ、ちょっと先ほど紹介したこの撃退シールもですね、その、ちょっと需要は少し出てきたのかもしれないなと、考えております。はい。で、総裁選なんですけれど、まあ、少し、先ほどの総裁選振り返ってみますと、こちらですね、はい、決選投票の結果が、まあ、こういう形になります。はい。で、ですね、まあ、ちょっとね、今回、高市さんにならなかったということで、まあ、あらかじめですね、高市さんにならなかったら、自民党員辞めますっていう方がね、結構いたと思うんですよね。まあ、そういう方がどうされるのか、まあ、注目をしていきたいと思います。この方、テイクファイブさんですかね。はい。ちょっと読み上げていきますね。僕は総裁選で高市さんに一票を入れるために3年前に自民党員になりましたが、万が一、高市総裁が誕生しなければ自民党員を辞めて日本保守党に入党します。その覚悟で今度の総裁選に臨んでいます。僕の仲間も少なからず同じことを言っています。高市さん以外の方では自民党は大して変わらないでしょう。それでも自民党員でいることは日本のためになりませんということですかね。はい。まあ、どれぐらいね、お辞めになるのかっていうのは、まあ、ちょっとね、気になるところだなと、思います。まあ、はい。ということで、まあ先ほどですね、石破新総裁、まあ演説をされたということでございます。挨拶がありますので、ちょっと見ますね。国民を信じ、勇気と真心を持って真実を語り、この日本国を皆が笑顔で暮らせる、安全で安心な国にするために、石破茂全身全霊を尽くしてまいります。ということで、ございます。まあ、とにかくですね、まあ、日本は議員内閣制の、まあ、国で、ありますので、まあ、まあ、石破さんがね、いろいろと考えておられるとは思いますけれど、まあ、それ、まあ、必ずしもね、それが全て実現するというわけではないですので、まあ、そこはね、まあ、行き過ぎた政策については、周りがね、止められると思います。はい。ということで、まあ、ちょっともう一つ紹介しますね。総裁選が決定した瞬間ですね、アメリカドル円、こんな感じでですね、はい。すごい動きが出ております。あと日経のですね、先物もですね、まあ、似たようなね、すごい急降下になっておりますよね。で、今のドル円、ちょっと見てみますと、まあ、ね、下がったままで、まあ、そこそこ安定しているような状態ではないかなと、思います。はい。
でですね、ちょっと今回、まあ先ほどですね、夕刊フジ買ってきたところでございます。ちょっと、まあ今回ね、立憲民主党が野田さんで、まあ自民党が石破さんということで、まあ与党、そして野党第一党、いずれもですね、いわゆる増税派の方が、まあちょっとね、代表になってしまったということで、ちょっとまた税金上がるのかよという感じですかね。はい。もうね、ちょっとその点はね、本当に勘弁してほしいなというところで、ございます。もう税金とかね、そんな増やして、国民の自由をね、奪って、絶対いいですね。それが日本に、まあ日本の衰退に、まあ繋がるわけですので、そこはですね、まあ石破さん独自の考え方あると思いますけれど、石破さんを支える周りの方がですね、いろいろと意見をしてほしいなと思います。ということで、ちょっとね、高橋洋一さんがね、その件に関して、お話しされています。まあ、これは、総裁選が決まる前の、まあ、書かれた記事ということでございます。立憲民主党の増税コンビ、財務省が喜ぶような野党で政権の獲得はかなり難しいと。ということで、まあ、ちょっと読んでいきますね。はい。立憲民主党代表選で、野田佳彦元首相が新代表に就任した。野田氏は日本維新の会や国民民主党などとの連携を掲げているが、次期衆院選で自民党を脅かすまで勢力を拡大することができるだろうか。野田氏は人柄も立派で、かつて民主党政権が誕生する前は、白割り、天下りが税金を食っているので、それを退治しないと消費、増税はできないというまともな主張をしていた。ところが、民主党政権で財務副大臣になって以下、財務省職に染まりすっかり変わってしまった。特にひどかったのは、2011年3月11日の東日本大震災の後だ。当時国民の中に助けたいという気持ちがあったのを利用し、まず復興増税で増税に慣れさせ、ホップ、その次に社会保障のためにという口実で、消費税の増税を行い、ステップ、最後には財政問題をクリアするためだとして大規模な消費増税を行う、ジャンプ、ことが財務省内で密かに検討されていると筆者は書いた。それにまんまと乗ったのが財務省。財務大臣から首相となった野田氏だ。当時野党だった自民党も民主党政権のうちに消費増税を処理させれば政権も長く持たないし、得策だという打算もあっただろう。その結果、民主党政権は悪夢で終わった。今回野田代表が幹事長に寄与した小川淳也氏は、かつて消費税は最低で北欧並みの 25% は必要。所得税だって昔 70%、80% 払っていた。相続税も強化する必要があると発言していたという。普通に考えればこのような増税コンビで財務省がしめしめと思うような野党では政権を奪うことはかなり難しいと言わざるを得ない。維新や国民民主は下手に増税のレッテルを貼られたらイメージダウンになるだろう。衆院の任期もあと1年余りなので解散、総選挙も遠くないうちに行われる。その時にはさすがに増税を表に出せないだろうし、当面立憲民主党は増税を封印せざるを得なくなるが、具体的な政策論、議論をしていくと増税体質をどこまで隠せるかどうかは疑問だ。対する自民党は野党が増税路線ならば政治的には対応が容易のはずだ。しかし野党に増税志向があるときには財務省の動きに注意しなければいけない。与党にいずれ増税は避けられないので、増税するなら政治対立にならない今でしょとの悪魔の囁きが来るのだ。さらに増税を主張する野党がマジで、増税を主張しない与党は無責任だというレッテル貼りをしてくるかもしれない。こう考えると自民党総裁選が俄然重要になってくる。筆者は XQ ツイッターで、Z は喜ぶな、これで自民が高市早苗さんでないと消費税 15% は固いなとポストしてしまったくらいだ。これで自民党が総裁選びを間違わなければ総選挙で負けることはない。ただし間違わなければねともポストしたということで、高橋洋一さんはですね、本日、このようなポストをされております。残念とですね、ポストされております。ちょっと紹介しますね。はい。はい、こちらが高橋洋一さんのポストです。残念ということで、はい。その後ですね、はい、為替も株価も安倍さんの時とは全く逆、とんでもない時代になるなというポストをされておられます。18時から、はい、ライブをされるということでございます。はい、ということで、ちょっとですね、まあ、今回、まあ、私としてはですね、まあ、ある意味チャンスでもあるかなとは思っておりますので、まあ、個人的にはですね、まあ、いろいろ頑張っていきたいとは思っております。で、ちょっとですね、これ、
日経新聞の記事なんですけれど、石破茂氏の推薦人一覧ということがありますので、ちょっとね、見ていきたいと思います。石破茂元幹事長で、まずですね、衆議院の方からですね、岩屋武さん、大分3区、赤沢良生さん、鳥取2区、泉田博彦さん、比例の北陸新越、伊藤義隆さん、北海道7区、小里康弘さん、比例九州、門山弘明さん、比例南関東、平野正明さん、東京4区、立花慶一郎さん、富山3区、田所義則さん、比例北関東、谷光一さん、兵庫5区、富樫博之さん、秋田1区、長島昭久さん、比例東京、細野豪志さん、静岡5区、村上誠一郎さん、愛媛2区、八木哲也さん、愛知11区、安岡博文さん、比例九州。なんか比例が結構多い感じですかね。はい。次参議院ですね。青木和彦さん、鳥取島根。藤井和弘さん、比例。まあでもね、実質鳥取の方ですよね。はい。で、舞立昌司さん、鳥取島根の方。山田敏夫さん、比例の方で、いうことでですね。はい。まあ、メンバーとしては、こういう形となっております。はい。ということでですね。今回のね、総裁選とにかく、私としてはですね、多くの候補者が出て、いろいろとですね、おっと思うようなですね、政策が、出ましたよね。私は、やっぱり、茂木敏充さんのね、やっぱり増税ゼロっていうのは一番ね、目を引いたところかなということで、それが話に出て、もう総裁選でもね、すごい議論されたっていうのはすごく大きな意義が、ありますし、ちょっとね、この後国会でですね、なんていうのかな、各国会議員がですね、次の総理誰にするかっていうのをですね、投票できるんですよね。もちろん自民党の方はですね、全員石破茂さんというね、名前を書くんですけど、私はですね、もし書くとすれば茂木敏充さんを書くと思います。一番ね、いい政策だと私は思ったわけでございます。はい。あとですね、やっぱり小泉進次郎さんの解雇規制に関するね、お話。ちょっと金銭解雇、ちょっと否定されてたのが残念ではありましたが、私は金銭解雇をね、導入する意義がすごくあると思うんですよね。というのも、今はですね、そのルールがちょっと曖昧になってるので、弁護士が儲かるんですよね。ルールが、その金銭解雇である程度ね、こういう基準ができると、弁護士のね、仕事も減るわけなんですね。弁護士利権になってしまっているので、そこは、やっぱりね、改善すべき、今回の総裁選で、小泉さんであったり、河野太郎さんがですね、そういうことをお話しされた。これはすごい意義があることだと思っております。その他ですね、いろいろと、あるとは思いますけど、とにかくね、今回、石破茂さんになられたこと、石破茂さん、どうも、今回のね、総裁選、勝利されたこと、どうもおめでとうございます。高市早苗さんも、大健闘ではありました。大変残念だったと思いますし、私もやはりね、個人的には、残念であります。やっぱりね、市場の反応を見ると、正直、すごい不安も大きいですが、そこはね、それはそれで。日本はね、民主主義の国ですので、国民一人一人がですね、しっかりと政治に向き合いつつ、日々のね、日々を楽しく過ごすということが、大事なんじゃないかなと、思います。返す返すですね。やっぱり予想が、当たったのはね、ちょっと残念ではありますけれど、私はやっぱり常にですね、最悪、いろんな事態をですね、想定しなければいけないので、それを踏まえて、対策をね、あらかじめ立てとく必要もあったので、ああいう動画をね、出したということでございます。そういうね、ところも、そうですね、とりあえず、なかなか反響が、ありましたが、でもね、皆さんも、冷静にね、どうか冷静に、あとね、高市さんにならなかったら自民党を辞めると言われた方は、本当に辞めるのかというところですね、今一度
お考えいただけたらと思います。辞めましたっていうのをですね、SNS でね、公表するのもね、それはそれで効果的なんじゃないかなと思います。最初に戻りますけれど、やっぱりね、NHK に不満をお持ちの方もいるかもしれません。今回のね、総裁選に関してもですね、NHK は、それなりに影響を及ぼしたと思います。はい。ということですので、NHK に不満をお持ちの方はですね、ぜひ、はい、受信料不払いをですね、されることをお勧めしたいと、思います。はい、ということでですね、今日の内容、興味深いと思ったらぜひ高評価のボタン、そしてチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。